出しの中からあの人の写真みんな捨ててしまったはずなのに、それはもう黄ばんでしまっていて、泣き顔か笑い顔かわからない、あの人の思い出にピリオドを打って、明日と継ぎます。もうすぐ88や、もうすぐ暖かくなる、もうすぐ88や、もうすぐ幸せになる。夜にあの人の電話、遠くで懐かしさが話しかける、本当はあの人に手を引かれ一緒の人生を歩きたかった。昨日までのあの人を忘れられないのは私の弱さでしょう。もう88や、もうすぐ暖かくなる、もうすぐ88や、もうすぐ幸せになる。写真が黄ばむようにあの人とのことも色あせてゆくかしら。もうすぐ88や、もうすぐ暖かくなる、もうすぐ88や、もうすぐ幸せになる。Thank you.